一の鳥居学、酒列磯前神社は、秋人神皇の書。酒列磯前神社は、茨城県日立中市にある神社。式内社。旧社格は、国平中社で、現在は、神社本庁の別表神社。茨城県の東部、太平洋に面した岬の宮城に鎮座する。中川大岸の大洗町にある、大洗磯前神社と深い関係にあると言われ、 二社で一つの信仰を形成している。主祭人廃止神国づくりにおいて、古事記、日本書記、風土記などの神話では、大名持ち命と少なび粉の命の二神が合わせて登場することから、当社に限らずこの二神の組み合わせで祀る神社は多い。また、当社では、少なび粉の命を七福神の恵比寿、大名持ち命を大黒天ともみなしている。 日本文徳天皇実録によると、最高3年に、日立国鹿島郡の大洗磯前に神が現れたと、される。日立国城こと、鹿島郡大洗磯前有心進信仰、初軍民輸入見た目潮者。夜半傍会。紅葉俗店。明日有料会席。未在水継甲殻尺元。体を新作り。非人間席。 使用期な私、ことのさ五一日また言二重余り小石。在庫石左右。二弱字座。歳式非常。ある形造者門。ただ、無字目。時神田の無人運。我が世代。那覇八消費こないのちなり。昔づくりこの国きつ。さ、上り東海。今ため催眠。さらまた聞きある夜。 生炎業のものが海に光るものを見た。次の日、海辺に二つの奇妙な石があった。両方とも一尺ほどだった。さらに次の日には二十余りの小石が、海石の周りに自座するように出現した。海石は、彩色が派手で、僧侶の姿をしていた。神霊は人によって、我は大な派八、消費こないのちである。昔、この国を作り終えて、 東の海に去ったが、今、人々を救うために再び帰ってきたと、託戦した。日本文徳天皇実録最高3年12月母実城、そして、大名虫の命が大洗いに、少なび粉の命が、酒列に祀られ、両者の創建となったと伝えられている。当社周辺海岸の岩石群は南に約45度に、傾斜して並んでいるが、 そのうちの一部の北に傾いた部分、すなわち、逆列の地名が、社名の由来とされる。後に、酒の神様を祀るところから、酒列となったとされる。縁起式神明朝には、北地国長群主、列位祖前、薬師菩薩神社と記載され、名神大社に列している。中世には廃絶し、社殿もなくなっていた。近世になって、水戸藩二代藩主、 徳川光国により造営の寄稿がなされ、三代藩主、綱枝により、現在地に潜座がなされ再興された。旧鎮座地は一の鳥居のあたりと伝えられている。明治18年、近代社格制度において、国兵中車に列した。現在では、交渉を、酒列磯前神社としている。拝殿正面上部のリスト武道の彫刻は、佐神五郎の作とされる。また、 二の鳥居左右の狛犬は、昭和の石膏、飯塚平吉の作である。参道の樹草は椿、タブノキスダジーなどからなる紅葉樹林で、茨城県の天然記念物に指定されている。なお現在の一の鳥居近く、非官定アット周辺が、元の社地とされている。酒列陳霊社抹車五社所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。